はい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 、NHK 来るら来るら、お反社組織 NHK 来るら、お前何を始めようとしとんじゃいと。はいどうも闇の熊さんでございます。大ニュース大ニュース、はい、NHK が大暴挙、 NHK が大暴挙、はい、郵便局と手を組んだ NHK がですね大暴挙でございます。もう来月だよ、来月6月からですね、なんとですね NHK がですね郵便局と手を組んで我々全国民にスパムメール、スパムメールを送りつけようとしているという記事がですねちょこんと出ました、ちょこんと出ました。まあ新しいサービスでございますからね、これ一応ですねあのね、マスコミとしては放送しな、報道しなければならないと。でもね、これがね、多くの国民に知られてしまうとですね、もう、反旗が翻ると、もう、なんかデモが起こってしまう。反対のデモが起こってしまうから、ちょこーんって、ちょこーんって、ちっちゃいニュースとしてちょこーんと載せやがったんですよ。バカ野郎、見逃すか、この野郎、まあ、共同通信、この野郎。とんでもないニュースでございます。これね、これから読んでたらわかるけど、ざっくり言うとですね、NHK がですね、郵便局と手を組んで、スパムメール、はい、スパムメールをですね、全国民に送りつけようとしています。そういうニュースなんでございます。はい。これですね、あのね、俺前もね、一回動画にしたんだけれども、これね NHK がですね、おい郵便局さん、郵便局さんとお金いっぱい払うさが、お金をですね山ほど払ってあげるから、こんなサービス作ってくれないって言っていたことがあったんですよ。ふざけんな、僕はそんなできるか来るなって言って僕動画を作ったことがあったんだけど、これがですねついにですね来月6月からですね始まってしまうことになりました。このサービスというのはどういうものかというとですね、なんとね、あの郵便局の、ね、配達っていうのはですね、住所とお名前ね、住所とお名前ね、住所だけでですね物を送れたらですね、もうそらいろんな反社組織がですね、いろんなものを送りつけてくるじゃないですか。だからですね、やっぱり住所とお名前ね、誰が住んでいるか、ここまで特定できないと郵便配達はできませんっていうルールだったんだけど、これがですね NHK がですね金の力を使ってね、ねじ曲げてねじ曲げてねじ曲げて、なんとね住所だけで郵便配達ができる、住所だけで郵便配達ができるというですねシステムがですね、これ郵便局の中にできてしまいまして、できてしまいまして、でこれを利用して NHK がですね、お受信料の徴収支援、受信料の徴収を始めようとしますね。これでね、住所だけで郵便配達ができちゃうもんだから、なんかね、要するに誰が住んでるか分かんないけど、住所があるのは分かるよねと、であるならばですね、もうね NHK の契約書とか送っちゃえと、もうなんなら請求書も、も送っちまえと、ガンガンこのサービス使ってですね受信料徴収を進めるんじゃ、契約を進めるんじゃ、わっしょいわっしょいという状況に今 NHK がなろうとしているんですよ。でこれねこのサービス一般的に何というかというと、スパムメールと言います。これはですね、まあ、今ですねこのスパムメールサービスをですね、はい、郵便局が実装してしまいましたけれども、これネットの世界ではスパムメールっていうのは大問題になってて、法律で禁止されてるんです。はい、ネットの世界ではスパムメールって法律で禁止されてるんです。はい、このスパムメールの説明をしていきますよ。このスパムメールの説明を読んでいくわけですけれども、これを読んだらですね NHK のこのサービスと全く同じであるということがわかります。あ、先にですね、こっちを読んでおこうか。はい、共同通信がですねこっそりと報道しました。これを読んだ後ね、このスパムメールの内容を見ますわ。そしたらね、内容がどんだけ同じかっていうのがようわかりますからね。じゃあ聞いていきますよ、はい、行きますよ。はい、これ郵便局の大暴挙、NHK の大暴挙、いきますよ。住所だけで郵便配達、6月から、来月から始まっちゃいます。 NHK の受信料徴収支援でございます。これね、 NHK ね、郵便局にめっちゃ金払うんですよ、このサービスのせいでね。でもね、金を払ってでもですね、このサービスをね作りたかったんだな NHK はな。これも完全に反社だぜあいつら。うん、日本郵便局はですね17日、宛先の名前がわからなくても住所だけで送れてしまうというですね、新たな郵便サービス、特別宛所配達郵便をですね6月の21日から本格導入すると発表してしまいました。はい、手続き書類はですね、振込用紙を送るといった NHK 受信料の徴収業務を支援するために来年6月にですね試験を導入したと。これね、あのね、ご老人とかね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかね、もう正直、まあ、ふわふわしてる方も多いわけじゃないですかね。そこにですね突然ですね、なんかあのほら NHK の名前を語ってですね、なんか振込用紙とかがですね届いたらさ、正直者の日本人のおじいちゃんおばあちゃんはですね、NHK 様から何か振込用紙が届いた、とりあえず振り込んどくかつって振り込んでしまいますよ。振り込んじゃうよ。こういうね、悪行をですね簡単にできてしまうサービスが今回 NHK が郵便局が作ったサービスなんですよ。これガチでやばいと思うよ。これを悪用するですね、あの反社組織いっぱい出てくると思うよ、これ。はい。で、これね、インフラ系の企業などからも引き合いがありとか、これね、NHK がですね、払う、これも一定のさ、のお金をですね、毎年払うから作ってくれって言ったわけですよ。絶対にこれね。うん。で、インフラ系の企業から引き合いもあり、収益が確保できると判断した。はい。NHK さんからお金が十分流れてくると判断した。ということなんですよね。年間ですね、1000通以上の利用が条件になりますと、1000通程度の利用でいいんであれば、ガチでこれ反社組織
織が絶対使うよ、このサービス。マジでやばいと思うよ、これ。大騒ぎしろよ、マジで。うん。で、6月の21日以降の料金はですね、定型の郵便物や通常はがき、往復はがきに150円を上乗せするとね、例えば 25g 以内の定型郵便物の場合はですね、大体ですね、84円か。そうだね、84円で、ね、お名前が分かれば84円で送れるわけだけれども、お名前が分からなくても、150円上乗せして、234円でですね、お名前がなくても住所だけで物が送れてしまうということになるんですよ。これ絶対ね、悪い組織、反社組織に利用されますよ、このサービス。うん。でね、これね、ネットの中ではもう問題になっていて、まさに同じサービスがこのスパムメールと呼ばれるですね、法律で禁止されてるサービスなんですよ。なんでネットでは法律で禁止されてるのに、現地の社会では OK なのかな？ NHK さんの力ってすごいですね。もう国会議員さん何をやってるのかな？不思議だね。はい。じゃあね、これスパムメール読んでいこう。スパムメールね、法律で禁止をされているスパムメール、一体どういうものなのか。はい。スパムメールとは、受信者のですね、意向を無視して、一方的に繰り返し送られる迷惑メールのことを指します。はい。これね、これ全く一緒だよね。これね、これ、要するにね、これ、NHK、郵便局のサービスもですね、受信者である我々の意向を完全に無視してね、住所は公開してるじゃん、僕たちってね、いろんなタウンページとかでね、受信者の意向を無視してね、一方的にですね、これ郵便局からね、NHK のね、あの受信料の請求書が送られてくるようになっちゃうんですよね。一方的に繰り返し送られる迷惑メールのことを指しますと、以前ですね、アメリカの食日加工会社がですね、豚肉の缶詰、あのスパム、有名ですよね、の名称をですね、何度も連呼する CM を放送していたことから、しつこく送りつけられる迷惑メールのことをスパムメールと呼ぶようになったそうでございますとね、事前の同意がない広告宣伝メールは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律や、特定商取引にですね、関する法律により、原則的に禁じられていますと。ね、あの、でもね、このね、郵便局のこのサービスをさ、NHK が使った場合っていうのはさ、だって、事前に僕たちはですね、NHK さんに対してですね、あ、宣伝してください、広告してください、どうぞどうぞなんて、言ったことありますか、皆さん。言ったことありますか、皆さん。僕はない。僕はない。僕はないですよ。だから、事前の同意がない広告宣伝メールはですね、これ、法律で禁止されてるんですよ。なんで郵便局だけ許されるのかな？お金を払ったらですね、この違法なサービス使いますよって。お前ら、反社組織じゃん、それ。それ、反社じゃないの？ね、原則的にネットの世界では禁じられてるんですよ。でもなかわらず郵便局だけ許されてるんですよね。それにもかかわらず、しつこくスパムメールが送付をされる理由は、送信者にメールアドレスが知られているからですよね。これはね、送信者である NHK に我々の住所が知られているからです。じゃあ僕、NHK、僕の住所を NHK に届けたくないんだけど、これ誰が知らせるのこれ。これ止めたいんだけど、どうしたらいいのかなこれね、うん。で、そうなった原因としては、無料サービスにメールアドレスを登録をした際に、流出をした事例や、あと送信者側がメールアドレスのランダム生成機能を利用して、送信に成功してしまった事例などが考えられると。これ要するにですね、今後ですね、NHK はですね、タウンページタウンページとかさ、電話帳見たら僕たちの住所載ってるじゃない。あの電話帳のね、住所とかね、タウンページとかの住所をですね、全登録するんですよ。全登録したらですね、誰が住んでるかはようわからんけれども、そこに、ね、誰かが住んでいるってことはわかるわけじゃないですかね。これを利用してですね、NHK がですね、ガン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 ですね、これなんかおかしなお手紙送ってくるぜ。なんならね、ご老人のね、お家にですね、必要振り込む必要のない請求書とか間違えて送られたらですね、それを間違えて振り込んだりとか、そういう事件起こりますよ。絶対これもう予言しておく、そういう事件絶対起こる。間違えて振り込んじゃった金返しを NHK さん。いやー、どうしましょう。みたいな事件ね、絶対起こるから。もうだって防止策全然ないもん。だって今見た限りだと。ね、スパムメールには様々な種類があり、単純に広告宣伝が目的のもの、フィッシングサイトや出会い系サイトへの誘導を目的としたもの、さらにですね、ウイルスの配布や個人情報の流出を狙いとしたものがあります。そう、このね、スパムメールを使ってですね、いろんな反社組織がね、個人情報を引き出そうと、めちゃめちゃ頑張ってるんですよ。で、この反社組織にですね、はい、新たな犯罪ツールができました。それがですね、このね、住所だけで郵便配達、郵便局はですね、6月の21日から始めます。はい、反社組織、大喜びのサービスがですね、NHK の後押しによってできてしまいました。もうね、絶対変。日本って絶対に変。あのね、これ日本でさ、あの、よくガラパゴス化が進んでるとか、特にあの、携帯ならスマートフォンとかさ、あの、日本だけ独自の携帯電話が進化を遂げている。まあ、その独自の進化っていうのが、いいのか悪いのかはわからないけれどもね。そんな感じでですね、あの、ガラパゴス化が進んでると言われてるじゃないですかね。で、携帯電話、スマホを取ってみましょうか。じゃあ今ですね、世界にですね、日本のメーカーのスマホっていうのはどのくらい浸透してますか？全く浸透していません。日本のメーカー、どんどんスマホの生産から手を引いてるでしょ。うん。日本のガラパゴス化っていうのはですね、間違っていたんでございますよ。ほんでね、これね、この NHK とかね、公共放送の分野でもですね、日本のこの NHK っていうのは、独自の進化、ガラパゴス化が進んでいてですね、だから世界のじゃあ潮流はどうなのか言いましょうか。僕、前で動画作りましたよね。イギリスの BBC ね、あの NHK のね、お父さん的存在、イギリスの BBC もですね、ああ、もうダメだとね、こんなですね、勝手に電波を流してですね、そしてね、電波俺たち流してると、お前らテレビがあるんだったら受け取ってるはずだろう。じゃあ金払えみたいな、もう完全に反社みたいなビジネスはですね、
もうダメだ、非人道的、もうね、あのロシアとかですね、あの中国くらいですね、中国共産党くらいですね、これは非人道的なサービスであるとしてですね、あのイギリスの BBC はですね、あの2028年くらいでしたっけにはまでにはですね、このね、この受信料サービスを終わらせてですね、で、あのスクランブル放送ね、スクランブル放送見たい人だけが見るというですね、まあ当たり前の話なんですけどね、はい、スクランブル放送の方に舵を切ろうかななんてことを言い出したという記事を僕動画にしたんだけど、はい、イギリスに続いてですね、フランスも動き始めました。つうかね、フランスの動きはめっちゃ早いです。フランスは今年から公共放送受信料を撤廃します。フランスでは公共放送の受信料の撤廃を今年から撤廃します。マクロン大統領やってくれました。これが世界の流れなんですよ。これが世界の流れなんですよね。受信料っていう制度を終わらせるね、スクランブル化をやるね、もしくはサブスクとしてのサービスを始める。これがですね、あの世界の大きな流れなんだけれども、はい、この世界の潮流にガラパゴス日本、はい、NHK 徹底的に逆らっています。それどころかですね、反社組織と同じようなですね、スパムメールの リアル版スパムメール、住所だけ郵便配達を始めました。これね、これちょ世界の潮流、これ文章読んどこうか。あ、これそうだそうだね。あ、今後ですね、我々はですね、 NHK に対してですね、抗議の声を上げていかなければなりませんからね。そうなったらフランスとかイギリスはどんな動きなのかね、もう一回ですね、おさらいの意味を込めてですね、これフランスの情報はあまり流れてませんから初めて聞く人も多いはずです。ちょっと読んでいくから聞いてください。いきますよ。フランスで公共放送受信料の撤廃へ、マクロン大統領が選挙時の公約を果たすとね、 BBC に続いて狭まる NHK 包囲網、この包囲網に負けてなるものかとですね、戦っているのがですね、反社組織 NHK なんだね、そこにですね、反社組織郵便局はですね、手を貸したんだね。あのね、あの官報のあの保険の動きとかね、あったじゃん、契約者を騙すとか、あんな組織なんだ郵便局って。なあ、やばいところから手を結んじゃいましたね。はい、フランスはですね、2022年から2022年から公共放送の受信料を廃止することが分かりました。嘘つけ、もっと前から分かってたけど、お前怖くて報道できなかったの、日本マスコミが、この野郎。はい、フランスのですね、フィガロによるです、よるとですね、11日に行われた閣僚評議会でこの方針が示されたというと、公共放送の受信料の廃止はですね、4月に再選をされたマクロン大統領の選挙公約でもあった。マクロンね、今評価は引きこもこもだけど、この点に関してはさ、マクロンやるじゃないやったじゃない、うん。で、年間1万9000円の受信料がついに無料だと。羨ましいな。俺たちなんてさ、受信料毎年毎年2万円以上の受信料払ってさ、そして中国の国民にですね、なんか NHK で放送してるみたいで、中国の国民はですね、なんと1円もお金払わなくていいんだって。僕たちはですね、中国の国民のためにですね、僕たちのお金を払して、そして中国に日本の情報をお届けする組織、それが NHK なんだよね。もう潰しちまえよ、何のためにいるんだおい。フランスではですね、テレビを所有している人はですね、年間138ユーロ約1万9000円のですね、受信料負担義務がありますと。この受信料はですね、総額で年間30億ユーロ約4000億円以上となりまして、でも NHK はですね、これの2倍近い収益を得てますからね。公共放送のですね、フランステレビジョン、ラジオフランス、アルテなどにですね、分配をされていると。これまでですね、受信料分配されてるんだって、 NHK なんて独り占めだぜ。なあ、もうほんとヤクザあいつら。これまでですね、受信料はですね、住民税とともに徴収をされていたが、フランスではですね、2023年から住民税撤廃されるの、フランス。マジ？すごいね。住民税が撤廃されるため、今後のですね、公共放送受信料のあり方が議論になっていました。受信料の撤廃後の各放送局は民営化とはならず、予算はですね、国家予算で補填されるというと。なるほどね、税金の中から出ていくっていう話ね、うん。で、マクロン大統領が選挙期間中の3月の7日に、公共放送の受信料撤廃の公約を発表した際には、野党などから国家予算での運営になれば政権の意向が反映されるじゃないかとね、政権が好き勝手にこの NHK とかですね、公共放送を好きにしてしまうというですね、あのいつものおぱよのご意見ですなと、放送の公共性が担保できないなどの批判が出ていたと。で、これに負けなかったのね、マクロン君はね。はい、この批判にはですね、ラジオフランスに出演をした政府の広報官が、公共放送の独立性を維持する予算は確保しますよという説明をしていました。またですね、デジタル大手がですね、必ずしもソースが明らかではない情報を流す状況において、強力な公共放送システムが必要であるとも述べていたとね、存在は必要だと言ってたんだね。ただですね、具体的な財源の代替案についての説明はまだなくてですね、フィガロによるとですね、どのような仕組みで財源を確保するのかは未だ不透明のままだというと。そして BBC、 イギリスの BBC でございますよ。はい、BBC も受信料の凍結、 NHK は、あ、でもこのフランスの情報さ、どういう仕組みでじゃあ NHK を今後ね、儲けさせるのかっていう仕組みがないままですね、この受信料の制度も撤廃をしたっていうことなんですよ。であるならばですね、もう NHK が今後どうなるかわからんけれども、とりあえず国民から受信料を徴収するのはやめますという判断もできるわけですよ。その結果 NHK 潰れてもいいよ、国民的には全然いいよ、あんな組織。はい、でイギリスの BBC ですわ。BBC
市も受信料凍結。 NHK どうするの。あ、気持ちいいね。受信料ですね、撤廃あるいは凍結する動きはフランスだけではございません。イギリスの BBC、 伝統深き BBC でございますね。 BBC はですね、100年前の開局当時から、視聴世帯から一定の金額を一律に徴収する、テレビライセンス料、これがまさに受信料だよね、 NHK のようで、ね、を徴収してきました。しかし今年の1月にはですね、年間159ポンド、約2万4900円のライセンス料を2年間凍結をする方針を発表しました。まあ時代に合わなくなったからね。BBC によるとですね、発表に際してイギリスのドリス文化大臣は、懸命に働く世帯の財布をこれ以上圧迫することは政府として正当化できるかボケーと述べたというとね、イギリスではですね、現行の受信料制度が2028年の3月まで続くことになっておりますが、それ以降にはですね、受信料が完全撤廃される可能性もあると言われております。いや、これはもう撤廃する動きになると思いますよ、どう考えてもね。はい、こうなってくるとですね、注目なのは、BBC をお手本に誕生した日本の NHK、 反社組織 NHK でございます。とりあえずのところですね、 BBC では受信料凍結したけれども、 NHK はどうかね、イギリスのですね、国民生活も苦しいかもしれないが、日本の国民生活だって同じくらい苦しいはずでございます。当たり前だわ、電気代がどんだけ上がってると思ってんだこの野郎。はい、だもうその嫌だと、再生可能エネルギーやめちゃえ、太陽光発電やめちゃえ、これ原発国策、それも違う話になっちゃうな。はい、折しもですね、日本ではですね、 NHK が映らずに受信料も必要としないドンキホーテが発売した、ね、これテレビね、 NHK が映らないテレビがですね、売れに売れております。これ私の動画でも取り上げましたな、売れに売れてるんですな。一気にですね、受信料の凍結とまではいかなくとも、まずはですね、時期を限定して受信料を割引くらいのことはできないものだろうかと。割引とかその甘いこと言ってんじゃないよ、こんなお前やめちまえよ、やめ、思い切ってやめないとですね、いつまでもいつまでも残るんだあのバカは。はい、ドリス文化大臣はですね、1月の16日にツイッターで、受信料の不払いを理由に高齢者が実刑判決で脅かされ、これ NHK がこれ裁判で国民を脅かしてるじゃないですか、あれと同じことやってたんですよ。でこれに対する非難の声が集まってるってことですな。裁判所の職員がですね、ドアをノックする事態は終わったんであるとね、こんな裁判をする事態は終わったんであると述べました。日本でもですね、NHK がですね、受信料の不払いを理由とした裁判をたびたび起こしておりますと。で、NHK によるとですね、今年の3月の末の時点で、受信料の不払いによりですね、裁判に訴えたケースが4000件以上に上る中で、この中であれですね、あの N 国党の立花さんはですね、ちょっと負けちゃったってことあるんですが、でもこの話題が来たらさ、立花さんちょっとまた復活するんじゃないのこれ。なあ、まあ、4000件以上に上る中ですね、ドイツ文化大臣のようなことを言ってくれる政治家は日本の中にはいるんでしょうか。これに関してはね、小野田さんだな、やっぱり小野田議員だな。これ今日もツイートしたけれども、まあ今出さないか、どこにあるか、写真あるか分かんないから出さないけど、小野田さんですね、小野田さん NHK おかしいおかしい言ってくれましたもんね。はい、世界の状況としてはこんな感じなんですね。イギリスもフランスも NHK みたいな受信料っていうのはですね、もう反射もうヤクザのもう金の取り方だとな、勝手に電波を流して、お前らは電波を受け取って金払えよらーって、こんな完全にヤクザじゃん、反社組織じゃん。こういうのはもう時代遅れ、やっちゃいけないことということで、非人道的ね、ロシアとか中国みたいに非人道的な行いであるとしてですね、これサービスをやめることにしたわけですよ。しかし NHK はね、その非人道的なやり方をですね、強化してきましたね。インターネットの世界では違法になっているスパムメール、このスパムメールをですね、郵便局と手を組んで、これから我々の自宅にですね、なんか見たこともない請求書とかですね、何やら罠がいっぱいの契約書とかがですね、 NHK から皆さん送られてきます。送られてきます。注意して。もうね、NHK という文字が見えた瞬間にですね、ゴミ箱にしましょう。ね。これが、いや、そうしないとまずいですよ、本当に。あいつらだって誰に送ってるのかわからないものをですね、我々に送りつけようとしてるわけですから、もうそうなったらですね、あの郵便局、郵便物にですね、NHK という文字が見えたらですね、もうすぐに捨てましょう。あれはね、反社組織からのですね、罠でございますからね。NHK という文字が見えたらですね、すぐに捨てましょう。特にあの、ご老人の世帯は、本当に気をつけて、NHK ですね、あ、間違えちゃいましたとか言いながらですね、請求書を送ってくる可能性があるんです。で、真面目なご老人はですね、NHK の文字と一緒に請求書が送られてきたら、なんとなく払っちゃうんですよ。で、そういうのをね、分かって NHK ね、そんなやってくる可能性全然ね、こいつら反社、だってスパムメールをですね、利用してですね、国民から金をむしり取ろうとしてるんですよ。そんなの、反社組織と言わずして、何を反社組織と言うんでしょうか。はい、ということでですね、これね、今日の夕方ね、飛び込んできたニュースでございます。これ何としても、夜中の23時にですね、飛び込んできたこのニュース。はい、もう一刻も早くですね、皆さんにですね、注意喚起、はい、国民の財布ね、我々の財布を守るためにもですね、注意喚起をしたいと思いまして動画を作ることにしました。はい、このね、この NHK の悪行、もう NHK はですね、これ分かりますか、 NHK もうね、スパムメールを使ってくるということはもうね、なりふり構わずにですね、我々国民からですね、あの受信料徴収しようとしてますので、なんかね、これからもですね、ちょっと考えられないようなですね、とんでもない手法を用いてですね、我々からですね、受信料を踏んだくっていく可能性がございますので、なんかおかしな記事を見つけたらですね、もう逐一動画
が逐一動画にしてやろうと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、クマさんの動画終わりたいと思います。ほんとね、俺びっくりしたわ、この人もガチで。NHK ほんとやらかしたな。もう反社だからね、これやってること。ほんとに。これやってることは反社組織だからね。絶対皆さん油断しちゃダメですよ。ということで、クマさんの動画終わりたいと思います。